斉藤紫秋は、1819年に刊行された、ドイツの作家、詩人ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの代表的詩集である。晩年のゲーテは、東洋オリエントに憧れるようになり、クルアーンやペルシャの詩人、ハーフェズの詩を好んで読んでいた。特に、ハーフェズの詩集の読訳が1814年に発表されると、多大な影響を受ける。ゲーテはハーフェズに憧れ、東洋への憧れ、人間の自然としての姿、文明に汚れていない世界に思いを馳せ、次々に詩編を書いた。斉藤紫秋が刊行されたのはゲーテが70歳の時であり、ゲーテのたどり着いた思想が結集されている。内的経験から出た文学観、反神論的な宗教観、自然探求による宇宙観が深く描かれている。当時のゲーテの恋人であるマリアンネと交わした私的愛情を、マリアンネを、ズライカ、ゲーテを、ハーテムとして描いた、草門下は有名である。ズライカの書に収められている。炎に飛び込み、自らを焼いてしまうがを題材に、死ね、そして生まれよと恋愛、人生を歌った、昇天の憧れは、斉藤紫秋で、最も有名な詩の一つである。詩人の書に収められている。ゲーテの詩編の中でも最高傑作との声も高い。ありがとうございます。